皆さんこんにちは。かつて女子バレーボール日本代表でアイドル的な人気を集めていた栗原恵さん、現役を引退後もスポーツキャスターやタレントとしてテレビ出演されており、バレーボールの解説でもよく拝見します。今回はそんな栗原恵さんのあまり知られていないことや意外な一面を含めた面白エピソード50選をご紹介します。1、高校時代に他校の男子生徒と文通していた。高校時代は厳しい監督のもと恋愛禁止というルールがありながらも、他の学校の当時強かったエースの男の子に恋心を抱いてて、お互いに住所を聞いて携帯がダメだったので文通をしていたことがあると番組内で告白した。2、親の協力もあって文通恋愛ができていた。高校時代は寮に入っていました。届く手紙はチェックが入るため、本来は文通もできない状態でした。しかし唯一、親からの手紙だけはノーマークだったため、一度実家に送ってもらって、母親の手紙に挟んでその手紙をもらっていたそうです。3、文通恋愛の彼が作ったユニフォームのキーホルダーをバッグにしまっていた。彼が当時ユニフォームのキーホルダーとかを作っており、手紙に送ってくれたの遠征バッグの内側にしまってたと番組内で明かしました。 4. SNS で足を見せてほしいというコメントが増えた。選手の時って手のネイルができないため、足のネイルをして投稿することが結構多い栗原さん、その投稿に対して足を見せてほしいというコメントが溢れるようになったそうです。5、男性ファンから足の撮影を求められた。街中を歩いていた際、男性のファンから足の撮影をさせてくださいと声をかけられることがあったそうです。足の撮影を断ると、足のサイズ教えてもらえますか、普段ヒールって履かれますと質問をぶつけられたそうで、答えると嬉しそうに帰っていったそうです。6、出身地ではイノシシの執行市役所に持っていくとお金がもらえる。広島のみ島で育った栗原さんは、島ではイノシシの執行市役所に持っていくとお金がもらえると話し、 MC の明石家さんまさんを驚かせました。 7. 家族で一番背が高い。家族の身長は父親が 182cm、 母が 160cm、 兄は 183cm で、栗原恵さん 186cm、 家族で一番背が高いそうです。 8. 現役時代は犬派で愛犬がいた。現役時代は犬派で、愛犬はパグ種のオスで名前はプーマ。合宿や遠征続きの栗原は実家に預かってもらっていたそうです。 9.引退後は猫派になった。現役時代犬を飼っていましたが、引退後は保護猫のアメリカンショートヘア2匹を飼い始め、猫派となりました。 10. 高校時代に最初にやった練習が笑う練習。進学した三田尻女子校で最初にやった練習が笑う練習でした。チームの仲間がいいプレーをしたら喜びを分かち合うという練習の一環で、栗原さんは寮の洗面所の鏡で練習したそうです。 11. ニックネームは高橋みゆきさんがつけた。ニックネームの校は高橋みゆきさんに最高を目指せという意味から命名されました。また全日本の1年先輩に同じ名前でニックネームがメグの河村めぐみさんがいたというのも理由の一つとして挙げられます。 12.モデル体型、高身長で9頭身です。ルックスの良さから人気が高く、2004年アテネ五輪前にプリンセスメグという愛称が定着しました。 13. ポスターモデルになった。2008年、東京都警視庁の防犯ポスターモデルに協力しました。バレエをしているところの写真で、モデルのようにポーズをしているわけではありませんが、目を引くかっこいいポスターでした。 14. 第5回ザ・ビューティーウィークアワードに選ばれた。第5回ザ・ビューティーウィークアワードとは、髪の美しい著名人、美容業界の活性化に貢献した著名人に贈られるものです。栗原めぐみさんは女優のダンレイさん、タレント南明奈さんと共に選ばれました。 15. 兄は美容師。ザ・ビューティーウィークアワードの授賞式において
4年前から美容師の兄にカラーとカットをしてもらっていると語りました。16、自然豊かなところで育った広島県江田島出身の栗原さん。海も山もある自然に囲まれた島で、穏やかにゆっくりと時間が過ぎる雰囲気で育ったそうです。小学生の頃は島内の名所イルカ明神社の前の海岸で泳ぐことが大好きで、夏休みになると毎日のように父に連れて行ってもらっていたそうです。17、両親の影響で幼少期からバレーボールに親しんでいた。父はママさんバレーチームの監督、母はその選手だった影響もあり、保育園の時から3歳年上の兄と一緒に両親と練習会場に行き、2人でパス練習をしていたそうです。本格的に始めたのは小学4年生から。当時はやっと始められたと嬉しく思ったそうです。18、小学生の頃はそこまで上手ではなかったがバレーが大好きだった。小学生時代は弱いチームで、その中でも決してうまい選手ではなかったそうです。それでもボールに触れることが嬉しくて練習は楽しみだったとか。少年団での練習だけでは物足りず、自宅の庭にボールを吊るしてもらい、自宅でもスパイクの練習をしていたそうです。19、中学校進学後にスカウトの声がかかった。地元ののみ中学校に進学する頃、身長はすでに170センチ台後半になっていました。恵まれた体格が関係者の目に留まり、2年生に進級する際に兵庫県姫路市の大津中から声がかかります。全国大会に毎年出場する女子バレーの強豪校でした。20、転校するか島に残るかで葛藤した日々があった。大津中学校の練習を見学後、ここに入れば上手になれるかなと希望に満ちた思いだったのですが、気心の知れた島の友達と離れなくてはいけないとの思いも湧いてきたそうです。行くとなれば親元を離れた単身生活になるし、そこまでしてバレエをやる覚悟があるのかと迷いました。現実が一気に押し寄せて、毎晩のように行われた家族会議ではただただ泣いてばかりで、見かねた父がそんなに泣くなら行かなくていいよと言っていたそうです。21、母親の一言が後押しになり、13歳で親元を離れる決断をした。行くか行かないか決断を迫られた時、母から言われた、やって後悔するかやらないで後悔するかは自分で決めなさいという一言が栗原さんの背中を押しました。母の言葉を聞き、泣きながらじゃあ行くと返事をしたそうです。22、中学2年生で向かいにバレー部の同級生が住むアパートの一室を借り、一人暮らしを始めた。同級生のお母さんが栗原さんのの食事や洗濯などのサポートをしてくれていました。最初の頃は練習後にご飯を食べに行っていましたが、遅くまで練習がある日は食事だけもらってアパートに戻ることもありました。練習内容は一気にレベルが上がり、授業では教科書や勉強の進み具合が島の時とは全然違う。常に生活に追われていて食事を食べに行く余裕もなく寝てしまい、食事を運んできてくれたことにも気づかず、朝、目を覚ます、ということもあったそうです。23、毎週末両親が会いに来てくれていた。両親が毎週末、仕事後に片道5時間かけて会いに来てくれていたそうです。食事も取らずに寝ている栗原さんを見て、母親は泣いていたこともあったとか。父親も日曜日の夜帰り際にいつも握手をして、頑張れよ、じゃあ帰るねと言って別れていたそうなのですが、振り返りざまに涙をポロッとこぼしたことがあったそうです。24、日曜日の夜は一番寂しくテレビで気持ちを紛らわせていた。両親が帰る際、泣かないように常に我慢していましたが、帰った後は号泣していたそうです。ホームシックになる余裕もないくらい忙しい日を過ごしていましたが、日曜日の夜は一番寂しかったそうです。両親の帰りをベランダから見送ると、すぐにテレビを大音量でつけて気持ちを紛らわせていたんだとか。25、環境の変化で心身は追い詰められていても、島に帰るという選択肢はなかった。母がいつでも帰っておいでというスタンスでいてくれたそうで、栗原さんの中には逆に帰れないな、という強がりな部分がありました。島から出ると決めた時に、絶対に途中で戻ってくることはしないようにしよう、と自分の中で決めていたそうです。26、
辛かった練習はレシーブ練習、特に辛かったのは苦手意識のあったレシーブ練習でした。監督に、よし、と言われるまで次の人と交代できない、バンバンレシーブは本当に辛すぎて、目の前がクラクラすることもあったそうです。それでも、練習に食らいつく仲間の姿を見て、これくらいの思いでやらないと上手にはなれないんだ、と必死でついていきました。常に怒られる環境にいつしか笑顔を忘れてしまうほど辛い日々があったそうです。27、中学3年生でオリンピック有望選手賞を受賞した苦しい日々を送っていた栗原さんですが、兵庫県代表として中学3年で出場した全国都道府県対抗大会アクエリアスカップでオリンピック有望選手賞を受賞、確実に力をつけていました。28、進路調査票に勝手に決められた学校の名前が書かれていた大津中のバレー部員の多くは、同じ兵庫県内の須磨野浦女子校に進学していました。合宿でもお世話になっており、先輩たちも顔見知りで入りやすい環境だったのですが、栗原さんはもっと新鮮なバレーを見たい、違う環境に挑みたいと思っていたそうです。しかし、監督からは、勧誘の話は来ていない、と言われていて、進路調査票には知らぬ間に、須磨野浦、と書かれていたそうです。29、高校からの勧誘話を顧問の先生が勝手に立っていた、高校を考えていた時、実家に電話をくれたのが三田尻でした。両親と一緒に見学に行ったのですが、自分にはもうここしかない、と思うほど魅力的で、すぐに、じゃあここに、と返事をさせてもらいました。三田尻を見学してから、実家に次々と別の高校からの勧誘の電話がありました。それまでは顧問の先生が、須磨野浦に決まった、と断っていたようで、実家にかかってくるようになったそうです。30、高校時代、大声で校歌を歌わされた、みんなが練習している最中に一人で体育館のステージに上がらされ、端にいる先生に聞こえるように大声で校歌を歌え、と言われたことがあるそうです。みんなが練習しているのに声が通るわけがなかったのですが、やらないと練習に参加させてもらえなかったのでやったそうです。31、ゴールなしで先生の合図で喜ぶ練習が苦痛だった。ゴールを使わずにラリー中の動きをして、先生の合図で喜ぶという練習も栗原さんにとっては苦痛でした。全然嬉しくもないのに、やったーと走り回らないといけなかったそうです。バレーのどんな練習よりもボールを触らないで喜ぶ練習や大声で校歌を歌うことが嫌で、涙を流しながら笑顔を作ってコートを走り回っていました。32、ご飯が入った緑色のおひつを今でも忘れられない。高校時代の寮生活は食事も大変だったそうで、ご飯が入ったおひつを空にしないと席を立つことも許されなかったそうです。食べ終わることができず、1時間半以上も食堂にいたこともあるんだとか。あの緑色のおひつは今でも忘れられないと言っていました。33、高校1年生で高校3冠を達成。1年生エースとして挑んだ高校総体では、三田尻の初優勝に貢献。続く国民体育大会、春の高校バレーも頂点に立ち、高校3冠を達成しました。入学後すぐに総体で優勝したので、すごいことなんだ、という実感はあまりなかったそうです。34、高校2年生の国体でプレー中に全身痙攣を起こした。五冠のかかる同年秋の国民体育大会で、先輩たちに有終の美を飾らせたい、そんな思いが重圧になっていたのか、準々決勝で栗原さんはプレー中に全身痙攣を起こしました。それでも、やらないと、という気持ちが強く、交代させられても、もう一回やります。と監督に直訴してコートに戻りました。しかしスパイクを1本打ったら足がピーンとつって、結局コート外に連れ出され、結果逆転され、五冠を逃しました。35、キャプテンとなったチームが空中分解しそうになった。栗原さんがキャプテンとなったチームは同学年に栗原さん以外にレギュラーに入っていた選手がおらず、経験の少ない未熟なチームだったそうです。それなのに月刊誌には優勝候補として名前が挙げられていました。うちらはそんなレベルじゃないのに、とみんなが焦ってました。実際大会直前に行ったタコートの練習試合も全敗で、
みんながそれぞれ不満を口にして泣き、収拾がつかなくて本当にチームが崩壊するくらいのところまで行ったそうです。36、春高でまさかの決勝進出を果たす空中分解仕掛けたチーム春高は絶対に初戦で負けると思っていました。初戦で白氷の勝利をつかむと、チームは試合を重ねるたびに成長していきました。目の前の1試合に集中して戦っていくうちに、栗原さんたちは決勝の舞台まで駒を進めていました。37、春高の決勝戦は高校3年間で最も印象的な大会。この春高の決勝戦は今でも語り継がれる名勝負です。相手は後に芽吹かなとして共に日本を背負うことになる大山かなさんが率いる聖徳学園高校でした。将来のスター候補の打ち合いを見ようと、代々木第一体育館には大観衆が詰めかけました。試合は1-3で負けてしまいましたが、すごく楽しくてもっとやっていたかったと思う試合で、最も印象的な大会だそうです。38、趣味は音楽鑑賞とドライブ。趣味が音楽鑑賞とドライブだそうで、愛車はミニクーパーだそうです。39、小学生の時に子供料金で交通機関を利用し、何度も呼び止められた。小学校6年生で身長が175だったため、子供料金で交通機関を利用していると確認のため声をかけられることが多かったそうです。40、健康法は飲み物、白湯、酵素ドリンク、ルイボスティーを飲むこと、寝かせ玄米、発酵白菜を食べることが健康法で、現役時代から食事や栄養を勉強していたそうです。41、味噌を自分で仕込んでいる。現役時代から食事や栄養を勉強している栗原さんは、発酵にも興味があるようで、自ら味噌を仕込んでいるそうです。42、現役時代に病気を患っていた。2016年に、脳静脈動血栓症が判明しました。最悪の場合死に至る大病を患ったことでパニックになったそうですが、入院止痛薬治療を受けながらリハビリを経て復帰しました。43、2012年から LDH ジャパンに所属している栗原めぐみさんは、EXILE、三代目 J、ソウルブラザーズなどが在籍していますが、アスリートをマネージメントする部署もあります。栗原めぐみさん以外にもラモス・ルイさん、高谷博之さんらがアスリート部門に所属しています。44、日本代表では大山かなさんを避けていた。同学年の19歳で日本代表に選出され、めぐかなコンビとして注目を集めました。しかし2人で一緒にいることでカメラを向けられるとお互い感じ、なんとなく一緒にいることを避けるようになったそうです。45、好きなタイプは玉木宏さん。玉木宏さんを好きなタイプとして挙げていました。玉木さんより栗原さんの方が背が高いようで、あまり身長差は気にしていないようです。46、元女子バレーボール選手と熱愛の噂があった。栗原さんは以前、佐々木美希さんといるバレーボール選手との熱愛を噂されていました。噂の発端は、手をつないだりお揃いのネックレスをしていたことだったようです。佐々木さんがプロフィールの中の良い選手の欄に栗原さんの名前を挙げていたので、ただ仲が良かっただけなのかもしれません。47、結婚願望はあまりない。番組内で SNS のコメントに結婚に関することがよく来るようになり、余計なお世話だなって思いますと打ち明けました。現役時代から結婚願望はあまりなかったそうですが、タイミングが来ればしたいとは思っているそうです。48、逮捕されたと誤解された。2012年に生後47日の長男の口を粘着テープで塞ぎ殺害した罪で、翌年2月に母親が逮捕された事件がありました。殺害してしまった母親の名前が栗原めぐみで、同姓同名の人物が逮捕され、さらに年齢も一緒だったことから噂になったようです。49、写真集をリリースした。現役引退後2021年、自身初のデジタル写真集プリンセスアゲインをリリースしました。栗原めぐみさんは以前からモデルという職業にも憧れていたのだとか。デジタル写真集は月間売上ランキング1位になるほどの人気になったそうです。50、
ツーショット写真を撮りたい行列ができた。 V リーグのオールスターゲームのパーティーがあった際、栗原さんとのツーショット狙いで行列ができたそうです。現役のバレーボール選手が列に並ぶくらい栗原さんの人気が高かったようです。いかがでしたか？今回は栗原めぐみさんの面白エピソード50選をご紹介しました。中学生で親元を離れてバレーボールに打ち込んだ青春時代や、高校時代のチームが空中分解仕掛けたことなど、華やかな経歴の裏にあった栗原さんの苦悩を知ることができました。また、小学生で身長が高すぎて交通機関で呼び止められたエピソードは高身長ならではで、なかなかない経験ですよね。現役は引退されましたが、スポーツキャスターやタレントとしてのプリンセスメグの活躍に期待したいと思います。また、今後バレーボールの指導者として関わっていくかにも注目していきたいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。